試合終了のホイッスルの瞬間ピッチに崩れ込む姿印象的でした今も、いやー、きつかったよという言葉をおっしゃってましたけれども本当にタフなゲームで大きな勝ち点さんでですすそうですね、まあ、本当に、まあ、素晴らしい相手でしたし、まあ、本当僕たちの120%を出さないと、まあ、今日は勝てない試合だというのは分かっていたので、まあ、どんな状態になろうとたとえ筋肉が切れてしまっても、まあ、とにかく最後までチームのために走り続けるという気持ちを持って。 き今日は試合に臨んで、かつプレししましたご自身は PK 獲得のシーン、そしてゴールでも勝利に貢献しました、ゴールシーンですが、コーナーキック、初瀬選手のボール、うまく合わせてきましたねそうですね、本当、素晴らしいボールでしたし、まあ、僕自身、今日ビッグチャンスを逃していたので、まあ、本当に今日決めないと、えーまあ、チームに迷惑をかけてしまうというふうにも思っていたので、まあ、なんとかゴール、かつ PK 獲得して、チームの勝利に貢献できて、よかったです。 そのゴールですが武藤選手、リーグ戦では6月の25日以来の久しぶりのゴールになりました両手を大きく広げたパフォーマンス印象的だったんですがどんな思いででしたそうですね自分自身、まあ、本当に、まあ、体調も崩してしまって、まあ、思うように、まあ、なんてい,うかないいコンディションで、まあ、プレーできていなかったですし、まあ、チームにも、まあ、長らく迷惑をかけてしまったので、まあ、この周囲攻防戦、まあ、本当に天王山で、まあ、何が何でも自分のプレーで。 まあ今日は決着をつけるつもりにいたのでまあ、それを成し遂げられて良かったなというふうに思ってますチームとしては2試合連続クリーンシートでの勝利ですこの2試合どんなところが良くなっているとい感じていらっしゃいますかまあ本当にまチーム全員がチームのために走れているト、まあ、ルクサック守備も攻撃もまあ何も怠らずにやれているまあ、その結果がやっぱり まあゼロで抑えることにつながっていると思いますしまあ何より誰かのミスをまあ誰かがカバーするまあその一体感というのが今のチームの大きさにつながっているんじゃないかなというふうに思ってますリーグ初制覇まで残り5試合です優勝への思い聞かせてくださいまあ本当に先を見据えずまあ僕らがやることは次の試合にまず100%望むことまあ前を見すぎず淡々と1試合1試合120%出してまあ来る相手、来る相手を倒して まあ、最後いい景色を見れたらいいなというふうに思ってます。おめでとうございました。ありがとうございます。